倉吉駅は、鳥取県倉吉市上位にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。同市唯一の鉄道駅。京都方面への特急、スーパーハクトの始発駅となっており、すべての特急、快速列車が停車する。倉吉市の中心部からは、離れており、1912年から1972年の間は、 中心市街地にあった倉吉線うつぶき駅が倉吉駅を名乗っていた。鳥取鉄道部が管理する直営駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、京上駅。単式ホームと島式ホームには、京上駅舎から、それぞれのホームに、上り降り階段及びエレベーターが設置されている。なお、 京城駅舎開業と同時に以前は、駅南側から1から3となっていた乗り場が、駅北側から1から3に変更された。倉吉駅の駅北側には使用されず放置された、引き込み線が存在していたが京城下への、駅舎改築を前にすべて撤去され、現在その敷地は駅北口駅舎及び駅前広場となっている。 このため当たり駅での夜間対白はホームを使って行われている。自動改札機は設置されておらず、移行下などの IC カードは利用できない。蒸気は2016年3月時点の運用である。倉吉駅を始発、終着とする列車が多く、発着番線は適宜変動する。当駅をまたいで運転される列車は、行き違いや接続待ちのない限り、 上下線とも3番乗り場に停車する。行き違いがある場合は、上りが2番乗り場に入る形をとっている。当駅で折り返しとなる、普通列車は主に1.2番から発車する。2009年から、京城駅舎課の工事が行われ、2011年1月15日に、新駅舎での営業が開始された。新駅舎は、 鉄骨作り2階建て約1400平方メートルで、黒のタイルと茶色の格子を取り付けて、倉吉の街並みを表現したデザインとなっている。また、南北から駅舎へ、階段、エスカレーター及びエレベーターでの出入りが可能になり、駅舎自体が南北の自由通路も兼ねる構造になっている。各ホームには階段及びエレベーターで行き来も可能となっている。 2009年11月6日に、旧駅舎の使用が終了し、翌日7日から、京城駅舎供用開始前日の2011年1月14日まで、仮駅舎が使用されていた。また、これに伴い2011年4月1日に、観光案内所が、倉吉ホットプラザから、駅パル倉吉へ移転した。地上駅時代の倉吉駅では1908年に、 帝国鉄道庁神戸工場で製造された古剣橋が長年使用されていた。古剣橋の大きさは高さ6.3メートル、長さ16.4メートル、幅3メートルだった。横揺れへの耐性が強いとされるラーメン構造で渡り、廊下や階段にはキータが使われ、階段支柱には古いレールも使用されていた。また門柱には 鉄道神戸明治41年という刻印が残されていた。1908年製の一部木造の古戦橋は全国的にも希少だったが、京城駅社課に伴い2010年に撤去された。10本あった古戦橋の柱のうち1本は3番乗り場の松崎方に保存展示されている。ラーメン構造の支えや窓部分は大阪府大阪市港区にあった。 交通科学博物館に展示されていたが、同博物館閉館後の扱いは不明である。主な駅弁は、下記の通り。倉吉警察署倉吉駅前交番鳥取県道263号、倉吉停車乗船、バスロータリー。路線バス乗り入れる、バス会社スクールバス高速バス、空港リムジンバス倉吉市に発着する高速バスの、うち、 第3号は当駅には発着しない。特急、スーパー沖、スーパー松風、スーパー博と並びに快速、鳥取、ライナーの停車駅は、各列車記事を参照のこと。ありがとうございます。